はい、皆さんこんにちは、こんばんは。マイメロ CB417 ことはーちゃんです。今回はとっても簡単ナッツチョコスコーンの作り方の紹介をしていきたいと思います。とても簡単にできるので、ぜひ皆さんもやってみてください。それでは早速材料紹介からしていきたいと思います。はい、材料を紹介していきたいと思います。まずはボウル、混ぜるヘラ、そしてマーガリン 20g、 そしてミックスナッツ、それからホワイトチョコレート1枚、ホットケーキミックス 150g、 牛乳 50g、 ジップロック1枚、トレー、アルミホイル、以上です。それでは早速作っていきます。はい、まずはボウルの中にホットケーキミックス 150g を入れます。はい、ホットケーキミックス 150g を入れていきます。そしてその後にマーガリン 20g を入れていきます。そしたらこちらをよく混ぜていきます。はい、こんな感じで混ぜました。そうしたら牛乳 50g を入れてまた混ぜていきます。こんな感じで混ぜることができました。そうしたらこちらは1回置いておきます。はい、次は中に入れるチョコレートとナッツを用意します。はい、まずはナッツをこちらのジップロックの中に入れていきます。そしたらこちらを割っていきます。潰すのがすごく大変なので、こうやって上から下にこう潰すような感じで押し潰して潰していきます。それ以外のものは意外とこうやって叩いたら割れるんですけど、アーモンドは結構硬いので、こうやって上から力をかけて潰していきます。ナッツが砕けました。ナッツを砕くことができたら、こちらは後で使うので置いておきます。次はチョコレートを刻んでいきます。はい、チョコレート1枚をすごく小さく刻んでいきます。こんな感じで刻むことができました。はい、そうしたら刻んだチョコレートとナッツを入れていきます。そしてよく混ぜていきます。感じで混ぜていきます。はい、ある程度混ぜることができたら、今度は手でこねていきます。結構ナッツとチョコレートがザクザクとした感じの食感のスコーンにしたいので、今回はそんなに刻まなかったんですけれども、細かくナッツやチョコレートを刻んで入れてもいいと思います。全体が混ざりきるようにこんな感じで混ぜていきます。混ぜることができたら、次にクッキングシートの上に乗せていきます。
クッキングシートの上に乗せていきます。そうしたらこちらを薄く伸ばしていきます。丸になるように丸くこうして潰していきます。1センチぐらいの薄さに伸ばしていきます。はい、こんな感じで伸ばすことができたら、こちらを8等分に切っていきます。こんな感じで切りました。そうしたらこちらをトレイの上に乗せていきます。トレイの上にアルミホイルを乗せていきます。はい、そうしたらこちらをこちらの上に乗せていきます。こちらぎゅうぎゅうなんですけれども、乗せていきます。はい、ではこちらをトースターに入れて焼いていきます。はい、トースターの中に入れて5分焼いていきます。5分経ちました。開けてみたいと思います。オープン。こんな感じです。そうしたらこの上からアルミホイルをかけていきます。はい、焦げたら困るのでアルミホイルを乗せました。そしてこれからまた10分焼いていきます。はい、いい感じに焼けてそうです。開けてみます。オープン。おー、はい、こんな感じで焼けました。あのあと10分経ったので合計15分焼いたことになりますね。これはすごく熱いのでこちらをね、分厚めの何か布か何かでこうつまんで取っていきます。今ね、なりましたけどもちゃんとタイマーで測ってました。はい、こんな感じでトースターから出しました。こんな感じです。すごいあのナッツがいい感じの焼き目がついていてすごく美味しそうです。それではこちらを盛り付けていきたいと思います。お皿に盛り付けました。こんな感じです。こちらが今作ったもので、こちらは昨日作って冷蔵庫に入れといたものなんですけれども、こんな感じで1日経ってもすごく美味しいです。それでこちらはチョコレートを入れただけなんですけれども、今回作ったのはホワイトチョコレートとナッツを入れたものですね。こんな感じです。ちょっとね、試しに切ってみたいと思います。はい、それでは早速食べたいと思います。いただきます。これはね、昨日作った方なんですけど、今出来上がった方を食べたいと思います。いただきます。ナッツがすごく香ばしくって、チョコレートが甘くてとっても美味しいです。こちらは砂糖を入れないでホットケーキミックスの甘みとあとチョコレートの甘みだけで作ってるので、すごくナッツはあんまり味がしないので、チョコレートを入れることによって味が美味しくなってすごくいいです。ナッツだけでもホットケーキミックスがちょっと甘いので美味しいと思うんですけど、とっても美味しいです。すごく美味しいのでぜひ皆さんも作ってみてください。というわけで今回の動画は以上です。ご視聴ありがとうございました。バイバーイ。